持ち家と車のローンは負債。バカでもわかりやすく解説します。賃貸で毎月10万払って30年住んでも自分の家にはなりません。しかし持ち家で毎月10万円のローンを払えば30年後は自分の家になります。だから持ち家は資産。これは大間違いですと。車や家が資産か負債かどう判断するのか。これはリセールバリューで考えます。買った時の値段より売る時の値段が上がるのか下がるのか。これは不動産の指数なんですけど、都内の立地の良いマンションは価格が高騰しています。それに対して戸建ては全く上がっていないと。いうことで、都内の立地の良いマンションは売る時が値段が上がるんですね。なのでこれは資産。一方、地方の戸建てなどは買った時より売る時の価格がほとんど下がります。なのでこれローンで購入していたら負債ということです。車も一緒です。限定のフェラーリは買った時より売る時上がっていれば資産。そしてその他のほとんどの車は買った時より売る時の値段が下がるので、ローンで購入していたら負債です。はい。さらにお金を勉強したい人はプロフィールをチェック。